どうも皆さんこんにちは。テキサスベースです。ですね、こんにちは、こんばんは。またね、ここでちょっとね、情報共有というかね、ちょっとしたようなアドバイスも含めてね、収録しようかなと思います。今日はね、とりあえずここに今ね、あります、これはね、ニッケルプレートですね。日本ではメッキ加工って言ってると思いますけれども、再度ね、これはですね、メッキをね、再メッキした状態のものですね。一応ね、どうでしょう、今メッキなんかもね、やられる方はね、いると思うんですけどもね、一応はね、どんなものをやるかなんていうことですね。例えばね、これ一つね、メッキ加工をね、一応今日はね、ちょメッキ加工って言わせていただきますけれども、これをね、この状態のものをですね、もう一度ね、メッキ加工をしてね、ちょっとこう、綺麗な感じにね、してあげようかなって、そんな作業です。一応ね、メッキ加工のね、利点はね、ご覧いただけるようにね、こうピカピカにね、なりますのでね、古いね、ランタンやランプでもですね、またこう新品のね、新車のようにね、蘇らせることが、できるっていうところですよね。これはあの美観というかね、その外観がね、綺麗になりますよっていう、そういうところですよね。あともう一つはね、ニッケルを、メッキ加工をすることによってね、サビがね、出ませんよと。今ね、ここにね、これホースシューですね、これ馬の、ホースシュー。これ場所柄ね、テキサスですね、こんなものがね、結構フリマで行くと売ってたりとかね、ありますけども、例えばこれなんかもね、もう本当にこういうミクロ、鉄ですのでね、こんなのもね、場合によってはね、こうニッケル加工ももちろんこれできるってことですよね。一応ね、これはね、下処理をね、これ、ちょっと軽くはしてあるんですけども、どんなね、下処理をしてるかというとね、これ見ていただくとね、これサンドブラストをね、使われる方が見るとね、これサンドブラストをちょっとかけたとかななんていうのがね、結構わかるかと思うんですけどもね、これね、もともとはね、もっとものすごい、表面がね、悪い状態でね、サビとか、ゴツゴツとかね、なんかがこうくっついちゃってね、今ここね、一部まだね、こんな形跡というか、まだちょっとね、ボコボコしてますけどもね、こんな状態だったんですよね。で、これももう一度ね、部分的にまだちょっとね、取れてないところが残ってますので、サンドブラストね、もう一度みたいな、状態なんですけども、もともとはね、ここがもっとひどくて、ここの今、サンドブラストをかけたところはね、今ね、こういう音をね、聞いていただく、でも分かると思うんですけれども、一応はね、表面こそね、こう擦れたというかね、くすんではいますけれども、表面はね、こういうスムースにこうなってます。ですのでね、これに関してはね、例えば、サビを取ろうという目的でね、サンドブラストをね、かけた場合、結構ね、瞬時にこんな感じではね、取れるんですが、ただね、欠点としてね、これサンドブラストってこういう本当にね、ホコリのようなね、こういう粒子がね、吹きつけられてサビを落とすっていう感じですのでね、イコール表面もね、どうしてもね、すりガラスというかね、グローブなんかもね、こうすりガラス状のものを作りますけども、それと一緒でね、やはりね、こういったようなすりガラス状のね、こう色がいにはね、なってしまいます。この後ね、ちょっとね、研磨剤かなんかをつけてね、磨き込めばね、ちょっとこう、ぼんやりとはね、するものの、少しはね、こう光沢がね、こう戻ってくるとは思うんですけども、
それもね、ちょっとね、なんか中途半端な感じですのでね、まあ、これをね、まあ、メッキ加工して、まあ、綺麗に、してあげるといいかなっていうところです。一応ね、これはね、今ね、先ほど言ったようにまだまだ、かなりラフなね、状態ですので、ね、このままね、まあ、仮にこうメッキ加工をね、この状態で、しようとするとですね、まだね、メッキ自体がね、もうこれじゃ乗らないっていうのとですね、仮にあの部分的に乗ったとしても、ね、なんでしょう、表面がね、ゴツゴツしてるところはそのままゴツゴツっていう形でね、まあ、出てきてしまいますのでね、これをね、メッキ加工するにあたって、下処理はね、十分ですね。これもね、結構小さなこれだけのものなんですけども、意外とこう入り組んでてね、ゴツゴツしててね、ちょっとこう、こう綺麗にしづらいようなね、こんな感じのところもありますのでね。ただ、そうですね、この小さなね、こんなものなんですが、実際にこれ下処理をね、これからしていくにあたって、ね、結構ね、実はこれも時間をね、かかる作業ですね。これね、まあ、どんな形でやるのかなっていうとですね、まあ、先にね、これ一回もサンドブラストをね、かけてますので、もう一度ね、ここちょっとまだね、少し、ゴツゴツしてるところはね、まあ、どうでしょう。まあ、再度ね、サンドブラストをまあかけてね、他と一緒にスムースにしてあげる。一応ね、それをね、終わった後っていう前提で今ね、ちょっと説明させていただくとですね。単純にね、こういったようなね、まあ、耐水ペーパーですね、これね、これはね、耐水ペーパーのね、これはですね、これ400番台ですね。だからまだちょっとね、耐水ペーパーとしては、少しまだね、粗い方というかね、そんなにはね、ペラペラこう、触った時にツルツルするようなものではないですね。ちょっとね、ざらつきがあるかなっていう感じ。これをね、まあ、こんな感じでね、まあ、使ってですね、可能な限り、スムーズに、してあげる感じですよね。で、今ね、またこれ、まあ、耐水ペーパーですのでね、水をね、ちょっとね、まあ、水場でなんかでね、やればね、水回りのね、まあ、シンクなんかでね、もちろんこれやれば、そのまま、ちょっとね、回しながらでもいいんですけども、今はね、ちょっとこんな感じで、水をね、ちょっとかけながらちょっとやってます。こんな感じでね、まずはね、この今言ったですね、排水ペーパーですね。ちなみにこれはね、ある程度の下処理がね、サンドブラストでね、もうこれできてますのでね、いきなしもう、この耐水ペーパーのね、200番かな、でやってますけれども、もっとちょっと粗い場合はね、また、ちょっとね、もう少し粗めのもので、軽くね、じゃあちょっと徐々にね、こういう目の細かいものにね、落としてあげるのがいいです。この時にね、一応ね、あんまりね、無理にね、力を入れてね、ゴシゴシゴシってやるよりもね、ちょっと軽い、感じのね、こういったようなね、ロングストロークですよね。ちょっと大きめの、動きでね、まあ、全体を均一にみたいな感じでね、やってあげるといいかと思います。これあとはね、ニッケル加工をね、どうでしょう、ちょっとこうチャレンジ し始めてね、いくとですね、必ずね、間違いなくね、壁にね、ほとんどの人がね、ぶち当たると思うんですけども、もちろん私もね、ぶち当たってるんですけども、その過程でね、まあ、自然にね、重要な作業としてね、やはり今やってるね、この下処理をね、いかにこうスムースにしてあげるのが必要っていうことがね、自然的にね、こう、
身についてくると思うんですけども、それはなぜかというとね、何度かね、こういつかいつかこうやってるうちにですね、まあ仕上がりを見るとね、明らかにね、こう時間をかけて下処理をね、下地作りをしてあげたものはね、まあ明らかにね、仕上がりが、違ってきます。ですのでね、そんなことからね、その、自然的にこの作業がね、大切なんだっていうのはね、メッキ加工ですよね。ちょっとね、こう、本格的に始めた場合ですよね。本格的っていうのはね、ちょっとこういったような少しね、歪なものとか大きなものとかね、大小様々みたいなね、いろんな、パターンのね、形状のものをね、やった場合ですよね。で、今ね、ちょっとね、かけた段階だけですけども、ご覧のようにね、もうね、これさすが耐水ペーパーですのでね、随分とね、これだけでも、もうスムーズになりました。今ね、これどれぐらいじゃスムーズになってるのかななんて言うとね、今ね、これ、動画だとね、そこまではね、お伝えできないのでね、ちょっと、どうでしょう、なんかにね、こう比較した場合でね、今これ触った状態はね、例えばこれが木だとしてね、まあ自分で何か家具を作ってますっていう感じで、まあ、サンドペーパーをね、かけてって、最後ね、目の細かいサンドペーパーでね、こう仕上げた、段階。で、もうこれでも十分かなっていうぐらいのね、それぐらいの出た今状態ですよね。ですのでね、かなりその、もうスムーズになってるなっていうのがね、ご想像つくと思うんですが、ただね、このニッケル、メッキ加工のね、場合のね、下処理としてはね、これではまだまだ、難聴なんですね。ですのでね、おそらく、これをね、特にここの内部のね、こういう磨き込みというかね、綺麗にね、こう、表面をね、こうスムーズにしてあげる作業がね、ちょっとこう複雑な、例えばこれなんかもね、こんなような、窓がね、これついてますんでね、ここの部分とかですよね、あのベッド、これちょっとこう薄い感じでね、あとここの奥の方とかね、こんなのも含めるとですね、実はこのぐらいでもね、やはりね、時間的には下手したらね、5、6時間はね、これだけでもかかってしまうかななんて感じがします。というのはですね、まあ、これもね、ちょっとこう薄い、こういったようなね、素材、これもあの、ですね、真鍮だと思うんですけれども、これなんかもやっぱね、あんまりこう、鋭利なものでね、こうやっちゃったりすると、そこが傷になるとね、最終的に、メッキ加工した時にそれが、ダイレクトにね、こう出てきてしまいますのでね、そんな意味でもね、先ほど言ったようにこれ優しく少しずつ時間をかけてっていうのがね、結構こう重要になってきます。それで一応ね、このメッキ加工をね、するというかね、するにあたってね、やはりね、厚さですね、単純に言うとですね、時間をかけて、メッキ加工をね、こう厚く、することっていうのがね、時間をかければ、それだけ厚くなるっていう、単純なね、そんなような、理解なんですけれども、じゃあね、どれぐらいのね、実際ね、この厚さというかね、このメッキが表面に乗るんですかっていうところなんですが、参考までね、その使用用途ですよね。それにね、合わせて、そのどれぐらいのニッケルメッキをね、乗せてあげようかなっていうことをね、ちょっとこう定めるんですけども、例えばね、大きく言うとね、どうでしょう、例えばボールペンをね、ちょっと作ってみましたみたいなね、感じでね、例えば今ね、これただのね、これ実はね、銅のチューブなんですね。
で、これもね、中も綺麗にこれね、メッキ加工がね、されてね、ちょっと簡単にこれ今ポリッシュした、段階で、まあそれでもね、随分そこそこ、もう綺麗なんですけども、これなんかはね、実は元はね、これなんですね。これはね、何かというと、ただ単にね、これ、ご覧いただけるように、これ銅のね、チューブです。これまあ、クラフトショップでね、ちょこちょこっとなんかね、売ってたのが目に入りましたのでね、まあなんかね、使えるんじゃないかなっていうことでね、まあこれもね、割引セールでね、10本ぐらい入ってね、これ200円、まあ2ドルぐらいでしたのでね、ちょっと買っときました。で、それがね、一応ニッケルプレートをして現在、こんな感じになってるってところですよね。ですので、仮にね、こんなね、もっとこう長いものがあってですね、それをね、ちょっとこう旋盤を使って削ってですね、まあ、ペンをね、じゃあ作りましたなんてね、例えばね、こんな長い、筒状のもので、まあ、ペンを作りましたと。して、その先にね、まあ、芯を入れたりして、まあ、いろいろつけてね、一本のこうペンができました、できますとかね、そういったようなね、もし、ことをやってる場合ですよね。それであればとね、まあ、変な話、無理にね、ペンですのでね、雨嵐とかね、野外にこう掘ってみたいなことはね、まあ、通常はね、ないと思いますので、まずじゃあ、錆対策をね、じゃあ、もっとすごくしようみたいなことはね、これ、不要だと思いますので、その場合はね、薄い、なんでしょう、まあ、ニッケルで、まあ、OK ですよ、みたいな感じの目安ですよね。ですのでね、その場合だとね、実際、どれぐらいのね、ニッケル加工のね、厚さになるのかななんてね、言うとね、まあ、大体、本当これね、随分ね、0コンマ何みたいな世界でいくとね、大体目安としてですね、まあ15分程度から、まあ長くて30分ですよね、ニッケル加工処理をね、まあ電気を流しながら、やるとですね、大体ね、まあ 0.00025 インチですよね。で、これまあミリにするとね、まあどれぐらいなのかななんていうのね、これ私もわかりないんですけれども、まあ、実際そんな感じで、ね、ほとんどこうね、もう、どうでしょう。もうペラペラなカビどころじゃない、さらにもっとね、薄いぐらいですよね。ですので、そんな場合はね、そんなには時間かけて厚くはしなくていいっていう感じですね。それに対してね、例えば、このあたりですよね。まあ、野外でね、使って、ひょっとしたらね、こう雨が降ってきて、まあ、どうでしょう。まあ、雪が、降り積もってみたいなね。とこでひょっとしたら放置とかね、するような、ものですね。これ、まあ、例でいくとね。あとは、例えばどうでしょう。洗顔器のね、ボートとかお持ちでね、その一部をね、ちょっと何かメッキ加工してね、また取り付けたいみたいなね、いうような時ですとですね、どちらかというとね、じっくり、まあ、どうでしょう。1時間とかね、90分とかね、まあ、2時間とかかけてね、じっくりとね、こう、熱いね、メッキの層をね、つけてあげるような、ものをね、必要とするものですよね。どちらかというとね、このあたりはね、熱いものがいいかな、なっていう、部類に入ると思いますけども、そんな場合ですとね、仮にまあ、90分からね、1時間、まあ2時間ですかね、やるとね、まあ大体このね、まあ、教本ですよね。これね、結構これプロ仕様のね、まあ、教本を見るとですね、まあ、大体ね、0.001 インチってね、それぐらいのニッケルが乗りますよなんてね、感じなんですけども、おそらくね、このあたりにもね、大体ね、その教本でいくとですね、まあ、それぐらいの厚さが乗ってるのかななんていう、理解です。参考までね、今ね、言いましたね、0.001 インチってね、これ私もちょっと実際どれぐらいの厚さなのってね、想像これつかないんですけども、
今ね、ここにあるね、これ、厚さをこう、板のね、厚さなんかを測る、この今、ゲージがね、ありまして、これで見るとね、今ね、一番薄いものでね、今ね、これ、0.006 っていうのがね、これ今ありますけども、それに対して先ほどのこれが、まあ、おそらく、まあ、0.001 インチ、ということを想定すると、これよりね、これはさらに6分の1ぐらいの、まあ、単純にですけども、厚さっていうことですよね。実際今ここにね、0.006 ってね、どうでしょう、見えるかわかんないんですけども、これミリもね、今ちょっとこう、乗ってるっぽいんですね。これを見るとね、ミリだと 0.152 ミリみたいな感じでね、そうするとなんとなくね、ミリで想像つくかななんてね、思うんですけれども、これがね、だいたいどうでしょう、今ね、こうやってこんなポン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 ってね、こんな感じの、厚さですよね。で、まあ手でね、挟むとね、まあ何かがちょっとこう厚みがちょっとはもちろんこうわかるかなっていう感じの厚さですね。ですので大体これのさらにね、6分の1っていう感じですので、まあ2時間ぐらいかけた場合でもですね、まあせいぜいそれぐらいの厚さが、乗りますみたいなね、そんな感じですよね。これもね、あくまでもちょっとこれ参考でね、例えばそういったものがね、まあ、良くないですよっていうね、ことではもう決してないんですけどもね、今ちょっとね、ここ最近その、まあ、日本でね、販売されてるね、まあちょっとしたようなね、まあ私の方からちょっとこうね、見させていただくと、こう、まあ科学のね、子供の実験キットかな、みたいな感じのね、印象があったんですけどもね、なんかね、こう、メッキをするがためのね、簡単なね、こう、キットがね、どうでしょう、1万円とか2万円なんかするようなね、話ですけどもね、まあ、使われてやってみました、みたいなね、感じの方がいまして、そのね、まあ、方はちょっとね、こう、やられたものをね、拝見させていただいてね、まあ、ちょうどね、こんなようなね、同じような筒をね、やられまして、でまあ、終わった後ね、まあ、ピカールでね、一拭き、二拭き、したらね、またすぐ下のものはね、メッキがこれ取れてね、出てきちゃいました、なんてね、ことだったんですけども、まあ、それはね、まあ、結果的にまあ、それはそうかなっていう感じの、まあ、私の感想なんですけども、それはね、あくまでもね、本当にね、科学の実験でですね、まあ、いろんな、その、どうでしょう、こんなようなね、まあ、メッキのね、まあ、水溶液をちょっと使ってね、まあ、電気を流してあげるような、ことによってね、こういったようなね、まあ、金属に、メッキがついて、メッキ処理がね、できます、みたいなね、そんなね、まあ、実験キットみたいなね、感じでね、解釈すると、まあ、そのね、商品もね、まあ、いいかなと思います。あとはね、先ほど言ったようにね、そんなね、厚いね、ニッケルを必要としないね、まあ、ペンとかね、そんなものにね、ちょっとこう、メッキをしようかな、なんていうことであればね、そういったキットもね、まあ、1万円、2万円、まあ、出されてもね、まあ、いいのかな、なんて、思います。ただね、先ほどのお話からね、させていただけると思うんですけども、ちょっとね、そのあたりのものですとね、ちょっとこのね、やはりゴールド・コールマンのね、レスレーション、まあ、特にね、その雨嵐にさらされたりとか、あとはまあ、サビがね、こう発生する環境がね、常にこう、隣り合わせみたいなね、こう、アウトドアユーズのね、これね、ものになりますのでね、そうなるとね、ちょっとやはりね、そのあたりのキットだとね、まあ、難しいかなっていうのがね、感想です。あとはね、どうでしょう、まあ、日本だとね、その、まあ、サンポールをね、こう、ちょっとこう、使って、やりますよね、なんていうのがね、結構ね、
メジャーなね、その、まあ、手軽にできるね、メッキ、処理みたいな感じでね、こうやられてる方もね、多いみたいなんですけども、まあ、私の方はね、どっちかというとね、その、サンポールっていうのはね、どうでしょう。まあ、日本にいたというかね、住んでたというかね、その時からね、もちろんこうありましたのでね、まあ、サンポールっていうとね、当時もどうでしょう、サンポールっていうとね、もちろん昭和のね、時代で、まあ、トイレをね、こう掃除するのはもうサンポールみたいな感じでね、どこの家に行っても、まあ、当時ね、まあ、トイレの中にはなんかこうサンポールがあったかななんてね、そのぐらいのね、ちょっと記憶なんですが、まあ、実際に、ね、どんな成分なのかなんていうのは当然ね、今知る余地はないんですがね、いずれにしてもね、そういうようなね、ちょっとこう薬品系っていう理解ですよね。ですのでね、それからいくとね、まあ、どんなようなね、まあ、反応というかね、が起きて、まあ、できるかまではね、そのサンポールの場合はちょっとこう、全くこう理解できないんですけども、ただ、原理から言うとね、その、メッキ加工する原理っていうのは基本的には同じですのでね、まあ、私のね、こう、使う、その、メッキの液ですよね。まあね、ちょっとこれ、まあ、いろいろこう、プロ仕様のね、ものをね、使ってますのでね、まあ、少し、こう、もう少しね、まあ、厳密に言うといろいろとね、ちょっとこう、あるんですけども、そんなのとね、比較した場合のね、まあ、出来の良し悪しまではね、ちょっとわからないですけどもね、もうその、サンポールをね、仮に使った場合はね、まあ、どうなるかな、なんていうのはね、ちょっとこういう例に関してはね、私の方も、ちょっと知識がね、それに関してはないのでね、わかりません。一応ね、そんな感じでね、今ね、このメッキ加工ですよね、に、まあ、ちょっとこう、まだまだね、触りのね、程度なんですけども、もしね、まあ、やってみようかな、ちょっとチャレンジしようかななんていうね、方がね、いましたら、まずはね、こんなようなね、小さな、ものですよね。特にね、どうでしょう、先ほどのキットはね、俗に言う、なんていうんですかね、まあ、ブラシ系というか、ハケ系というかね、ハケで何かこの液を塗って電気を通して、そして反応を起こさせて、メッキするっていうようなね、そういうタイプだと思うんですけどもね、それに対して、まあ、サンポールなんかはね、ポツンとつけてっていうようなね、そして電気を流して、もちろん私のやってるのはこっちの、サンポールなんかを使う場合とね、同じタイプのね、ちょっと大きなね、水槽に中にこうつけてっていう方法ですけども、いずれにしてもね、こんなようなね、ものからね、ちょっとこうやってみてね、なるほどねっていうね、ああ、こんな風になって、メッキできるんだな、なんていうのことをね、最初ちょっとこうね、見られてね、判断されるのがね、いいかと思います。で、一応その判断なんですけども、まあ、こんなようなね、メッキ加工に限らずですね、結構ね、やっぱり、いろんなレストレーションをね、するにあたってね、まあ、ないパーツはね、作って、まあ、削って、形を出して、ネジを切ってとかね、そんなこともね、多々いろいろね、やって、時にはね、まあ、鋳造してね、まあ、そのものをまた、まあ、再現というか復元というかね、可能な限り、こう、オリジナルに近い状態でね、やるとかね、まあそういったようなね、まあこういったようなね、どうでしょう、もう入り込めばね、入り込むほどね、本当にもう、奥が深すぎてね、まあ見極めとして、その、さらに奥に行くのか、行きたいのか、なんとなく気づくと行っちゃってたのかっていうね、ところのそのボーダーラインですよね。それがまあ、
まあ、趣味としてもしくはまあちょっとね、まあ商売として、まあ職業として、まあそのいろいろあると思いますけども、ここのね、ボーダーのとこですよね、まあ、これをね、こうまあありまして、して普通の、そのものが、こちらにあって、まあ線がねここにこうあって、まあここがねボーダーがね、あるとしたら、こいつをね、こっちにこう飛び越えて、行くのか、それともこっちに行きたいんだけども俺はちょっと我慢してよっていうようなところのボーダーのところですよね。これはね私の計画から言うとね、こっちに行ったら行ったで、まあそこそこいいこともあるんですけども、そこまで行くまでね、苦労はね結構これありますのでね。ですのでね、一応今言ったね、最初こういった小さなものでね、ちょっと手軽な、その先ほどのキットかなんかをね、使われて、まあ、サンポールでもいいですけども、まあ、判断をされてね、ちょっと、まあ、俺には、私にはね、ちょっとここは超えない方がいいかな、なんていうことでね、判断のね、目安にするのもいいかなって思います。ですのでね、結構ね、まあいろいろとね、今こう、まあインスタグラムとかね、いろんなものをこう見せていただくとね、皆さんこうね、工夫しながらね、こういったような作業場をね、作ったりとか、まあ道具も揃えたりとかね、して、明らかにね、その SNS なんかのね、普及で、こういろんな人がね、いろんなことにね、まあ、変な話、職人並みのね、作業までね、どん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 こうね、入り込んでってね、奥へってね、言ってる人が、ね、明らかにね、オールドコールマンに関してはね、多いのでですね、一応、これをね、超えたい人の方がね、どちらかというとね、多いと思うんですけどもね、まあ、今言ったようにね、一応ある程度この見極めもね、ひょっとしたら、大切かななんてね、こともあると思いますので、一応ね、参考までですね。あと1点ね、やっぱり本格にね、やるとなるとね、やはりちょっとね、お金の方もね、少しちょっとこう、入れてあげないとね、なかなかね、こういったぐらいのレベルまではね、持っていけないっていうのありますのでね、一応今日はね、そんな感じで、参考のお話でした。まだね、どうでしょう、いろいろってね、お問い合わせ、あったりとかね、ありますけれども、もしね、こんな感じでね、やってみましたなんてね、いうことでね、結果こんなのね、また見させていただければね、それはそれでまた、嬉しいかななんてね、思います。今日はね、この後ね、ちょっとびっしりね、いろいろと作業に入りますのでね、今日はね、これがね、最初で最後のね、動画になるかと思います。じゃあ、どうもありがとうございました。